はい、どうもこんにちは、カジマックです。モバイルネットワーク迷いの森、ちょっと今回そういうお話ししてみたいと思います。というのも、楽天モバイル最低料金が0円から1078円に引き上げられることで、転出先探されている方も多いんじゃないでしょうか。サブ回線を転出される方はもうほぼほぼポモ 2.0 へ動く方も多いかと思うんですけど、例えばうちの奥さんみたいに楽天モバイルメインで使っていたけど、最低料金が1000円超えてくると、ちょっと他のサービスに目が行くっていう、そういう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ってことで、今回はうちの嫁マック転出先考えてるんですけど、それをつらつらとお話しして、どちらかというと皆さんにアドバイスいただきたいっていう、はい、普通 YouTube 動画って皆さんに情報を提供することが多いかと思うんですけど、実はしばらくモバイルネットワークから離れていた僕はあんまり詳しくないんですよ。なんで今回軽くいくつか候補挙げてみたんで、その中からどれがいいのか、あるいはこんなサービスありますよとか、そういうお話あればコメントで教えていただきたいっていう、そういった趣旨の動画になります。はい、ちょっと虫のいい内容ですけど、よかったらお付き合いください。ということで始めていきます。嫁マックのメイン回線、楽天モバイルから転出先どうする、そういったお話始めていきます。で、最初にお話ししておくと、楽天モバイル決してダメなわけではなくて、うちの奥さんの場合、はい、もうこれが楽天モバイルさん0円やめた元凶でもあるんですけど、通話シムとして使っていて、別途データシムとデュアルシムで使ってるんで、全く使ってないわけではないですけど、ほとんど楽天さんに料金払ってなかったようなもんで、そういったユーザーが不要っていうのもわかります。となると、今回最低料金1078円になると、データ通信シムと合わせて結構な金額になってきちゃうんですよね。でね、のっけから、もうある意味革新的なお話をすると、正直、ああも、これにすることで、すべては解決、一番幸せになると思うし、ああも月額約3000円、これ決してお高くもなくて、うちでも払えないわけではない金額なんで、それが本当一番幸せになれるってわかってるんですけど、やっぱり自分に合ったぴったり感、それに伴ったお安い料金、これを追求していきたさありますよね。それがちょっと楽しくもあります。なんで今回、あえてその確実な道よりも、他を探っていきたいという、そういうお話です。で、嫁マックの場合、まず条件として、楽天モバイルで通話無料を使ってた割に、通話しない。ほとんどかけることがなかったんで、まず通話に関しては、特にかけ方は必要ないというところ、そして月間のギガ使用量、これがちょっと前よりも変わってきていて、今僕と一緒に嫁マックが行ける日はトレーニングジムに通ってます。で、そこで有酸素運動時、やっぱり動画を見るんで、今まではだいたい 4-5GB で足りてたんですけど、ちょっとここ 1-2ヶ月、 5-6GB 使うようになりました。実際 6GB までは達してないんですけど、 5GB だと足りない、そういう環境です。そういった中、第一候補に上がったのがこれ、マイネオ。はい、そう、これ僕は今それこそジム用のタブレットにマイネオ毎速のシムを挿してます。はい、でどうせ一緒にジム行くんなら、その間だけでもテザリングしてデータ通信量減らせばいいんですけど、同じフロアにずっと一緒にいるかというとそうでもなくて、そのあたりやっぱりお互い独立して通信したい、そんな感じなんですよ。で、マイネオの毎速、僕は今快適に使ってますけど、やっぱりお昼が使えない、そのあたりがネックになるんで、マイネオマイピタ 1GB にバケット放題プラス、これを追加することで最大 1.5Mbps、 これが使い放題になります。で、うちの場合イオ光を契約してるんで、その割引を相殺すると、これが月額1353円になります。で、これもいいかなって思ったんですけど、その使い放題の品質、これがちょっと気になるのと、そもそも使い放題にしても毎月 6GB ほどしか使わないんで、これどうかなって思っていたところ、もう一つ気になったのが、はい、はい、ジェミオさん。はい、これ今、半年間割引とかがあって、はい、これあくまで半年だけなんですけど、月間 8GB で、で、先ほど不要とは言ったんですけど、5分通話定額、これも半年間割引あって90円なんで、これをつけると、半年間月額1290円。あ、これ、8GB だとちょっと余裕あるし、一応5分通話定額、これがついてくるんで、いや、これ悪くないんじゃないかと思い始めてます。で、その他にも目を向けると、以前データ通信専用シムで使っていた YU モバイル、これの 5GB、 それが1070円なんですよ。いや、これも安いっすよね。で、これ月間 5GB だけど、追加トッピングとして 10GB1200 円っていうのがあるんで、は
配送 YU モバイルさんは最大 100GB まで何ヶ月でも永久繰り越し。ってことはこの 10GB を買ったとしても一月で消費できなくても何ヶ月にもわたって少しずつ消費していけますって考えると、たまに 10GB 投入プラス毎月 5GB、 これの永久繰り越し、いやこれもいい感じですよね。ただし YU モバイルさん、確かコメント欄で動画制限あるんじゃないですかっていう、そういうお話がちょっと上がってたんで、はい、そう、嫁マックは動画見るから毎月のギガ増えてるわけで、ちょっとここが心配ってことで一旦置いておきます。でさらに合理的みんなのプラン、これ 6GB に70分通話がついて月額1390円、いやこれもちょっと魅力ありますよね。悩ましい。でさらに言うと OCN モバイルは 6GB 1320円、これもギリギリ引っかかってきそうですけど、はい、そう、僕 OCN のモバイルワンブラックなんで、おそらくうちの住所ではこれ審査通らないかもしれません。でどうせ OCN のモバイルワン契約するならやっぱり端末セット買いたいですよね。でもそれはおそらく無理なんで OCN のモバイルワンもやめておきます。はい、こんな感じで他にもいくつか候補上がったんですけど、やっぱり今現実的なのはIAJ ミオさんかマイネオさん、このどっちかで競ってるんですけど、皆さんどう思いますか？はい、冒頭でもお話しした通り、他にもこういったプランありますよっていうお話があればぜひ教えていただきたいんですけど、いやもうほんと悩ましい、楽しいけど難しい。モバイルネットワーク迷いの森、今ちょっとさまよってます。あ、ちょっとこれツイッターでお話ししていた内容まんまなんですけど、今そんな感じで今嫁マックの MNP 転出先考えているところです。はい、よかったらアドバイスあればコメント欄に残していってください。あ、でそうそう、モバイルネットワーク迷いの森っていうお話のついでに、ポポ 2.0 そろそろ180日無課金組契約解除の連絡とか来てませんか？はい、僕は一番古い回線が180日経過して、やっぱりなんだかんだプロモコードのプレゼントがあったり、ギガ活はほとんどしてませんけど、そういった感じで無課金だったみたいで、僕のところにも通知来ました。でこの通知から実際停止になるまでが結構短くて、僕はビビってすぐに一番お安いトッピング課金したんですけど、その停止されてからも少し猶予があって、その間に申請して課金すれば復活、放置すると削除、そういった感じになるみたいなんで、はい、これ複数アカウント作られた方、もしかしたらあまり普段使ってないメールアドレスにそういった通知来てる可能性があります。でただ使ってない電話番号がなくなるなら特に問題はないと思うんですけど、以前からお世話になっているグッサンログの山口さん、トッピングを忘れて解約になっちゃったっていうツイートされてました。なるほどって思ったのが、それでログインできなくなる SNS サブアカ、それが出てくるんじゃないかっていう懸念をされてました。はい、確かに電話番号紐付けていたもの、それ使えなくなっちゃう可能性ありますよね。なんでもしポポ 2.0 ちょっと回線寝かしちゃってる方、あるいはそれに登録したメールアドレスあんまり相手にしてないわっていう方、よかったら一度そのあたりもチェックしてみてください。はい、ということで今回お話しした内容の関連リンク説明欄に貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。で冒頭でもお話ししましたけど、決して楽天モバイル全然ダメっていうわけではなくて、ただ僕はメインにするにはやっぱりプラチナバンド必須かなって思ってるんで、今回うちの嫁マックは転出しようと思ってます。まだどれにしようか迷ってますけど、結果はいずれどんな形でかはわかりませんけど、またご報告したいと思います。皆さんもぜひコメント残していてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。実は昨日ちょっと飲みすぎて声ガラガラですいませんでした。